そうそうそう。古谷香織で夜間飛行をお送りしました。ここでこの時間のニュースをお伝えします。みずほ銀行のシステム障害の復旧が遅れ、今日予定していた給与の振り込みができなかったと発表しました。給与の振り込みができなかった件数は最大で62万件、総額1256億円となる可能性があり、昨日までの未処理分を含めおよそ112万件、7750億円を上回る取引に影響が出ています。一方、本店や支店の窓口と店舗内にある ATM は振り込みと、振り込みと外貨預金関連を除く取引を再開しました。ただコンビニを含む店舗外の ATM はすべて休止となっていて、給与振込が遅れた対象者には窓口で原則として10万円を上限に現金の支払いを行っています。明日から21日までは3連休のため、店舗内を含めてすべての ATM を休止しますが、店舗の窓口を臨時に開けて本人確認の上、原則10万円を上限に現金の支払いを行う予定です。みずほ銀行の西堀悟頭取は今日記者会見で謝罪するとともに、夜間の給与などの振込手続きがほぼ停止状態にあることを明らかにしました。システム障害は4日連続で、連休明けまでに完全復旧するめどは立っておらず、給与振込が集中する25日に間に合わなければ重大な影響が出る恐れがあります。日本赤十字社を語って寄付を求めるサイトの存在が確認されました。日本赤十字社とは全く関係がなく、対策機関は金を騙し取ることが目的のいわゆるフィッシングサイトとして注意を呼びかけています。フィッシング対策協議会によりますと、問題のサイトは海外に開設されていて、日本赤十字社の英語表記と同じジャパニーズレッドクロスソサイティと称し、東日本大震災に対する寄付を呼びかけていますが、日本赤十字社とは全く関係がありません。今日午後4時現在、このサイトは稼働していて、オンライン上での決済サービスペイパルに加入している人が入金の手続きを進めた場合、赤十字社とは無関係のヨーロッパにある銀行口座に送金されるということです。対策協議会では、義援金や寄付金は信頼できる企業や団体などの正規の窓口から行うよう注意を呼びかけています。ここで入れる、後で入れる。日経平均株価の終値は前日に比べ244円8銭
銭高い9206円75銭と大幅に反発し、9000円台を回復しました。また東京外国為替市場の円相場は午後5時前日に比べ2円48銭円安ドル高の1ドル81円69銭から71銭で大方の取引を終えました。今入った速報です。東京電力は今回の東北関東大震災を受けた計画停電について、週末の19日は需要が供給を上回る事態は避けられる見通しだとして、需要が急激に高まらない限り実施しない方針を発表しました。一方、20日と祝日の21日についてはそれぞれ前日までに計画停電を実施するかどうか決めたいとしています。東京電力は今回の東北関東大震災を受けた計画停電について、週末の19日は需要が供給を上回る事態は避けられる見通しだとして、需要が急激に高まらない限り実施しない方針を発表しました。一方、20日と祝日の21日についてはそれぞれ前日までに計画停電を実施するかどうか決めたいとしています。以上、この時間のニュースをお伝えしました。明日の19日の停電は回避しているところです。はい。時刻は6時48分を回りました。ここで今日最後の交通情報をお伝えします。まずは相模原とその周辺の道路状況です。はじめに国道16号線、八王子方面へ向かう車、東名入り口で1キロ、中和田で1キロの渋滞。八王子街道、横浜中心部へ向かう車、目黒で1キロの渋滞です。国道246号線、渋谷方面へ向かう車、厚木市文化会館前で1キロ、妻田伝田で1キロ。伊勢原方面は、厚木市金田の手前で1キロ、文化会館前で3キロの渋滞です。国道129号線、八王子方面へ向かう車、金田で2キロ、上溝バイパスで1キロ、厚木方面は橋本御佐路で1キロ、関口で2キロの渋滞です。町田街道、相原方面へ向かう車、金森で1キロ、佐塚で1キロ、滝の沢で3キロ、相原で1キロの渋滞。天童佐野大和線、相模原方面へ向かう車、総武台団地入り口で1キロの渋滞です。世田谷通り、相模原方面へ向かう車、大倉で1キロの渋滞。北雑踏通り、国道16号方面へ向かう車は、下谷まで2キロの渋滞。村富線、矢部方面へ向かう車、相模原公園入り口で1キロ、星ヶ丘で2キロの渋滞です。県道相模原相川線、横山方面へ向かう車、上田名で1キロ、相川方面は上溝で1キロの渋滞。おしまいに県道相模原大倉町線、上溝方面へ向かう車、星ヶ丘で1キロの渋滞となっています。続いて電車の情報です。 JR 横浜線は通常の 50% の本数で運行、相模線は終日運転見合わせ、中央本線、中央快速線は通常の 90% の本数で運行、八高線、八王子駒川間は22時30分頃まで運転見合わせ、それ以降は 50% の本数で運行、小田急線は通常の 70% の本数で運行、なお計画停電に伴い一部区間を運転見合わせています。
京王相模原線、およそ10分間隔で各駅停車のみ運行。東急田園都市線、通常の 70% の本数で各駅停車のみ運行。相鉄線は土日ダイヤを基本とした特別ダイヤで運行しています。なお先ほどお伝えしましたが、今回の東北関東大震災を受けた計画停電について、週末19日は需要が急激に高まらない限り実施しない方針が発表されています。明日19日は需要が急激に高まらない限り計画停電は実施しない方針が発表されました。以上、交通情報をお伝えしました。今ここで30分になります。